じゃあここからはですね、身体値を引き出すっていうふうに書いてますけれども、ちょっとそれについてね、解説をしたり実演したりとか練習したりしてもらいながら、皆さんとね一緒に我々がなんで身体値っていうものにアクセスするのかとかね、それはどうやってアクセスするのかで、そのためにどんな練習したらいいのかということについていろいろと、情報ねまた提供していきたいなと、一緒に何かやってみたいなと思ってます。はい、よいしょ、あそうだこれだけ1個、こうね、はい、途中で1分間コーチングやりました、5分間コーチングやりました。これもね、今日やった大切なことの一つです。この後やることとは基本的に関係ありませんけれども、もう1分とか5分って言ったらね、その時間どうやってうまく使うか、本当にタイムマネジメントが必要になります。要はクライアントさんが分かっていることをただ聞いてても気づきって基本的に生まれませんから。でなのでもうねここまでやってみてどうって感想から入っちゃうわけです。感想から入っちゃうとか、今どんなことが課題なのとかって、でそれがどうなったらいいので、そのために何ができそうです。でそこで出てきたものを拾いながらプロセスを少しでも進めるっていうことね。前置きを聞いてるともうそれだけで本体がなくなりますから、そういうことも気をつけてください。だから5分って言われてもこれやったってよかったわけです。これやりながらこれに肉付けしたってよかったわけね。でショートコーチングはショートコーチングのモードに入らないとできませんから。で最後まで完結しないので、残りの時間残しておいて、そこで振り返りして、で課題見つけて、じゃあ次にやれることでリリースする、また必要なら戻ってきてもらうということです。はい、さあ、じゃあね、身体値っていうことについてお話しします。で今日実は身体値ってタイトルがついてますけど、要は体にアクセスしてですね、頭だけじゃなくて体にアクセスして、体からね本当に大切なことっていうのを引き出せるモードに持っていきましょうっていうことです。で、ですからね、臨場感作りましょうって言ってることと基本的には変わらないんですが、そのね臨場感とかと体にアクセス、まあ、臨場感作って体にアクセスしようってことです。で、でね、臨場感の作り方っていうのは今までベーシックなトレーニングをしてきました。でそうするとそれでやるのがね臨場感の作り方だとこう思い込んでしまうんだけど、そうじゃないんです。臨場感を作る入り口はいろんな入り口があります。で今日ね、今までご紹介したものもそうでないものも含めていろんな入り口をこうお見せして、あこんな風にしたら臨場感が作れる、こんな風にしたら体にアクセスができる、こんな風にしたら、そこからね何か体の声というのを拾えるんだということを、またいろんな形で体験してみたいと思いますよ。はい、じゃあね、ちょっとまずいきなりなんですけど、デモンストレーションちょっとお見せしたいと思います。すごくまずベーシックなちょっとデモンストレーションいくつか、お見せしたいと思います。で、そうそう、ワンデープレミア出てる方はね、この間もちょっと似たようなことやりましたけど、今日、それも含めていろんなことをまたね提示してみたいと思いますよ。さあ、臨場感コーチングっていうのは何かっていうことをね一番分かりやすく示すとこういうことになります。じゃあまた、あれですね、この部屋の中で好きな場所についての話をしてもらいましょうか。はい、はい、この部屋の中でよく言うじゃないですか、クラスでね、この部屋の中でなんか好きな場所に行きましょう。好きな場所どこですか？そうですね、この奥の左奥。左奥、はい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 、左奥のあたり、はい、はい、どうしてそこが好きなんですか？そうですね、うん、壁をちょっと木の壁を背に、はい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 、全体が見れるみたいな。木の壁を背に全体が見える、いいですね、はい、はい、そこに座ってるとどんな気持ちになるんですか？そうですね、これね皆さん見ててもらいたいんだけど、今もうねたくさんのプロセスが動いてますよ。でコーチングがだんだん余裕を持ってできるようになってきたら、ここで起こってることっていうのにちゃんと気がつくことです。もう一回やってみますよ、もう一回ね。これがね臨場感について理解するための一番最初の入り口というか、一番皆さんに知ってもらいたいことね。今質問レベルではつまんない質問しかしてないよね。何も皆さんが知ってるような臨場感を作るような質問してないです。ところが若林くんの体にはね、トムの体にはずっと変化が現れ続けてます。でそのことに気がついてもらいたいんです。もう一回いきますよ、じゃあ伸びして、はい、普通ニュートラルな状態で、ちょっと想像してほしいんですね。この部屋の中で一番好きな場所どこですか？はい、壁の左前の左奥のあたりです、ね、はいはいはい、左奥、はい、そこの何がいいんでしょう？結構全体を見られる感じとか。全体見られる感じとか。木の壁を、ここに、うん、木を壁に、うん、なんだ、壁を後ろにして、うん、いい、いい、今ね体で探索が始まってるでしょ。それから声のトーンも変わってきてるし、それから目線の使い方ね、要は目線の使い方、意識の向け先ですから、意識の向け先が変わってきてるでしょ。でこれはもうクライアントは臨場し始めてるってことですよ。で臨場っていうのはするかしてないかの1か0かじゃないっていうことです。猛烈に覚醒してる状態と猛烈に臨場してる状態があるとしたら、人間は実は猛烈に覚醒してる状態なんかはほとんどいないんです。ほとんどはここの場にも意識があるけども、どっか他の場所ですね、今ここにいる場所の話してないわけです。物理的空間の違いだけど、あそこにいることをもう意識し始めて、そっちに臨場感がちょっとだけ映ってるんですよ。わかります？臨場感っていうのは
今ここに 100% いるって何かって言ったら、皆さんも今ここに 100% いないですよ、残念ながら。なんでかって言ったら、今ここに 100% いるんだったら、今座ってるお尻の感覚だとか足の裏の感覚だとかに気がついてなきゃおかしいし、でも選択的に意識を向けてるから本当に 100% ここにはいないんです。で、僕の話聞きながら自分の過去のことを思い出したりとか、なんか未来のことを想像したりとか、いろんなところに意識が飛んでるんです。 100% ここにいないわけで、実は人間っていうのは 100% ここにいるってことはないんです。基本的にそれのことを覚醒してる状態だとか悟ってる状態だっていうわけです。で、そうじゃない人っていうのは基本的には比較的覚醒して今ここにいてちゃんと話聞いたり見たりしてる状態と、もうここにいるんだけど心ここにあらずで、あるでしょ、あの大学時代とかねよくわかんないけど、あの教室にいるはずなのにもうね全然意識が飛んじゃってるってあるじゃないですか。あれ臨場してるんですよ完全に。そうでしょ、あの高速道路ドライブしてて、もちろん気がついてるしコントロールしてるけど、でもこうぼーっとしてる時あるでしょ、いろんなこと考えることあるでしょ、単調なことずっとやってたりとか、何か刺激が乏しかったりとかね、なんかすると人間はすぐに臨場し始めるんです。他のところに意識が飛び始めるわけで、だから臨場感ってのは無理やり作るもんじゃなくて、本人がフラ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 してるわけ、時間軸で言うとね、フラ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 してる時にいいフラフラし具合のところを捕まえて、それをもう少し体験してもらうってことをやってるだけなんです。だからコーチングと関係ないこともクライアントさんはコーチングの時間中に想像したりとか、そっちに意識やることもあるし、あれ今日うち鍵閉めてきたかなとか、あれ、ね、ご飯用意してきたかな、やることもあるし、あれあの仕事とかあるし、でも同時に、私の未来行ってて、わーってなる時もあるわけ。それは普通の質問しててもなるんですよ。で、そのなってる瞬間をちゃんと捕まえて、なるべくここを味わってもらえるようにしてるってことをやってるだけなんですよ、コーチングっていうのはね。で、だからもう今例えば少しでもね、なんかいい好きな場所にいるののエッセンスとかがこの人の中から出てきたりとか、それから好きな場所にいる時の心の状態にこの人にアクセスしてもらっていい状態を作るとかいうことがコーチングの目的なら、もう実はこの人の中で臨場感を通じてコーチングの目的が少しずつ達成され始めてるってことです。だから質問レベルでコーチングやってても臨場は起こってるから、起こってることにさえ気がつけば、あ、今こういう形で入ってるんだとか感じてるんだって分かれば、それを邪魔さえしなかったら、そのプロセス進めてあげれば本人は勝手に臨場するってことです。だから、あの変な努力をする必要はないっていうことね。もう少し見せますよ、はい、そこにじゃあちょっと後ろの壁感じながら、そうね、はい、ですよね、はい、そこにいるとどんな気持ちになるんですか。なんか全体見えてる安心感、ね、今肩が落ちたでしょ、で肩落ちてわーって空気入ったでしょ、で心の状態変わってるでしょ、で安心感って言ってるわけで、あ、安心感なんですね、はい。安心感あるとどんな風にここにいられるんですか。そうですね、なんかちょっと余裕がある、うん、あ、余裕があってね、いい感じですよね、はい、って普通に質問してるだけだけど、この人の中でその余裕のステートが戻ってきたりとか、いい感じだったりとかするわけ。ここまでで気がつくことどういうことですか。そうですね、うん、まあ、あの場所が好きで、うんうん、結構やっぱああいうところに安心感みたいな、うんうん、安心感があると、うん、そうするとちょっと余裕でいい、うん、そうですよね、はい。それを全部まとめて振り返ってみた上で、なんかね、どんな存在としてとか、どんな状態でこのクラスにいたいなと思います。例えばこうやって投げてみたら、これがコーチングになるってことです。で、だからその無理やり臨場感作らなくても、ちょっとでも臨場体験してもらってることに気がついて、そこを使ってコーチングしましょうってこと。 OK。 で、だから普通のコーチングでも臨場は起こってるんです、必ずね。で、あのそれを邪魔しさえしなければ、それを深めていくことができるっていうこと。だから起こって、あ、臨場入ったか、ちょっとでも味わったなと思ったら、ちょっとでも入ったなと思ったら、もう少しその感じを味わってくださいとかね。もしくはこういうふうにフィードバックするわけ。例えばちょっとね、今安心感って言った時に呼吸はーって吐いてね、胸広がりましたけど、もう一回呼吸はーって吐いてもらって、ああそう、あそこにいるみたいな安心感感じてもらって、はい、なんかね、このクラスともっとどんな風に関われたらいいでしょうね。なんか自由に動き回れてる、ね、はいはいはい、自由に動き回るっていうのってやれば、これがコーチングになるっていうことをね。だから、これでもいいんだっていうことです。ちゃんと臨場感を使うっていうコンセプトを持ってれば、これも臨場感コーチングだっていうことね。で、我々が臨場感コーチングだって言ってるのは、例えば、こういうことなんですよ。カメラちょっと頑張ってついてきてね。カメラこっち側に今移動しますから、はい、じゃあもう一回いきますよ、はいはい、この部屋で好きな場所ってどんな場所ですか。あの左奥の壁。ああ、いいですね。ちょっとそこ行ってもらっていいですか。これが臨場感コーチングだっていうことです。我々がやってる臨場感コーチングってこれなので、今は物理的なスペースだから、物理的なスペースがね、ただ移動するだけだからこれができるけど、時間を超えちゃってるとできないわけですよ。時間を超えてるとできないから、そこをいつどこで誰と何をどのようにで、見えたもの聞こえたもの感じたものをしっかり思い出して、でそこにアクセスしてもらいたい。でもやりたいのは何かって言ったら、結局これと同じことをやりたいわけ。ここに来て
じゃあちょっと壁を背に、どの辺の距離感がいいですか、この壁を背にっていうのは。この、うん、この辺ですね。あ、座ってみたいなね。はいはいはい。あ、じゃあこれ椅子に座ってるね。はい、うん、椅子の上に座ってるのか、ちょっと仮に、はい、うん、あの、あぐらかいてもいいよ、描きたかったら、うん、あ、そうね、はい、 OK。 じゃあちょっとこの背中の壁の感じを感じて、そうですね、はい、うん、そうね、はい、角度これでいいですか。もうちょっとこっちですね、うん、そうだね、はいはいはい、うん、そうだね、はい、あ、そうですね、うん、そこから見るとどんな風に見えますか。広いですね。広いよね、はいはい、開放感が、開放感ありますね、はい。なんかここにいるとこの声とかね、言葉とかどんな風に響きますか、音は。あ、うん、向こうから響いて帰ってくるのと、うん、こう窓まで抜けていく、はい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 、なんか両方ありますね。面白いね。じゃあちょっと響いてくるのと抜けていく感じと、はい、ここにこうやって座ってると体はどんな感じですか。体はやっぱり床とか壁としっかりつながっている、うん、はい、しっかりつながって、そういう安心感。なるほどね、しっかりつながってる安心感ですよね、うん、どんな気持ちですか、うん、余裕があって落ち着いてきます。いいですね。なんかどんな言葉が自然に出てくる感じとか、どんなことを頭の中で考えてる感じですか。そうですね、うん、なんか余裕があるな、うんうん、ですよね、はい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 。ここにみんながいるとしたら、みんなに何て言いたいですか。気楽で、気楽でいいんだよみたいな。気楽でね、気楽でいいんだよね、はいはい、気楽でいいんだよって言いたいよね、はいはい。なんかここにいる自分としてね、うん、ここを感じながらどんな風にみんなと関わっていきたいとか、どんな風に一日過ごしたいと思います。ここに。そうですね、やっぱり自分がすごい余裕を持って話をしたり聞ける、うんうん、ああいいですね、いいですね、スペースね、ああいいですね、いいですね、はい、じゃあちょっとそのスペースある感じ感じながら、はいはい、なんかそこに向かって1個でも2個でもできることあるとしたらどんなことでしょう。あ、そうですね、ちっちゃな一歩、あ、最近自分があったいい話を自分から、うん、していく、はいはい、してみたらどうなりそうですか。してみたらそれをきっかけに、うん、そういう話をしてもらって、うんうん、そこからあ、いいですねみたいな、うんうんはい、つなげていく、はい、そうですよね、はい、これが要は臨場感コーチングというのでやりたいことなんです。あの、時空間を超えちゃうとこれができないんだけど、本当はね、いや、サッカーやってる時最高なんですとか、山登りやってる時最高なんですっていうクライアントがいたら、実際にサッカーとか山登りしながらコーチングしたっていいんですよ。で、そうじゃないですか。だってその時は最高なんだから。で、我々はなんでね、体験にアクセスするかって言ったら、体験にアクセスしないで話してる、質疑応答で話してるのは、要は体関係なく頭だけで質問に対して回答を作っちゃってる、要はレポートの質が、精度が低いことが多いわけですよ。もう解釈済みのとか特定の観点から見て、で、記憶の中にこんなもんだって決めてるものっていうのをただ答えてることっていうのが多いわけで、それを避けるために、要は心身一致して本当に大切なものとか、自分がこうしたい、こういう時がいいんだっていうのに気がつくために、もう一回体験に戻ってるわけで、体験の中から感じるということをやってるってことね。で、だから、あそこがいいんだって言えば、あそこにいてコーチングやればそれでいいんだけど、それができないことも多いから、臨場感を作りましょうというのがコーチングのテーマになる、コーチングのね、その技術的なテーマになるっていうことです。で、でです。で、で、とはいえ、じゃあすごく特殊な技術がないと臨場感作れないのかって言ったら、まあ連れてけんだったら連れてけばいいしとか、ちょっとでも近しいことをさせればいいわけ。あそこでどんな風に座るんですか、あそこでどんな風に座ってるのが好きですかって例えば聞いてみるわけ。どんな風に座ってるのが好き、あそこで、うん、あぐらかいてる、じゃあちょっとあぐらかいてみようかって、下にあぐらかいてみようかって、ちょっとでもしてもらったら、それでも臨場感出るわけですよ。だから部分的にでもいいから再現をして、で、少しでもあそこにいるのと近い状態を味わってもらう、その体験の中から答えが出てくるね。体験してる人に質問をするから、体験を通じて何か新しい答えが出てくるっていうことです。で、それをやるんだっていうコンセプトを持ってるってことね。そして常に臨場したりしなかったりしてるから、我々がやるのは全部臨場感コーチングなので、あとはちょっとこれを深めるやり方っていうのが大切なんだっていうのが臨場感コーチングに対するね、もう一つのコメントです。